ますのを私の方から発表したいと思います。この身体能力の高い2人だからこそできる対決は倒立歩行競争です。大丈夫いける、いや行く、あ大丈夫、おおさすがです。さあということでゴールテープがもうすでに貼られております。このゴールテープまで倒立でどれだけ早く行けるかという競争になります。さあそれでは両名スタンバイよろしく、準備運動はよろしいか。さあそれでは皆さん応援よろしく、まずは埼玉西武ライオンズのファンの皆さん、レオ君の応援よろしいですか、大きな拍手を。さあそして北海道日本ハムファイターズのファンの皆さん、BB君に大きな拍手を。両名今回はガチンコでいきますと宣言してくれました。では参りましょう、倒立歩行競争、よーいスタート。まずは倒立する歩行すらやはり万人ではなかなか難しいですよね。アスリートでさえ倒立難しいんですが、この倒立で若干ビビ君がリードしているが、おっとバランスが危ない、食べてしまった。この間にレオ君が追いつく、ザ・レオ君は、レオ君も今ひと休み。さあ走っていきたいところではありますが、走っていってなんと8点でゴールテープを切った、レオ君。さあそれではゴールテープビビ君にも切ってもらいましょう。さあ大きな拍手で、マジですか、もう一回挑戦。さあバク転でそこゴールテープを切れるのか、さあ本命手拍子を。さあビビ君がいけないのかい、もう一度もう一度。さあ勝負の方は男エラです。ビビ君が大きな手拍子を。勝利ということで皆さんよろしいか。ビビ君残念、次の対決期待してます。あとはパフォーマンスで見せてください、よろしくです。